本日は関市リコーダーカルテット結成50周年記念演奏ツアー、関市リコーダーカルテットリコリコリコーダー釧路ジョイントコンサート、静岡県のリコーダーカルテット、あの関市リコーダーカルテットが釧路にやってくれ、ようこそお越しくださいました。開演に先立ちまして、ご来場のお客様にお願いがあります。携帯電話やアラーム付き腕時計など音の出ないように設定をお願いいたします。マナーモードに設定していただくか、電源をお切りくださいますようご協力をお願いいたします。また写真撮影、録音、録画、動画撮影、SNS へのアップは自由にされて構いません。なんならどんどんアップしていただきたい。ただし、お隣の方のご迷惑にならないようにお願いいたします。周りの方へのご配慮、または演奏者へのご配慮を、ご経験があると思いますが、意外とスーパーの袋、飴玉の包み紙などは意外と気になるものです。よろしくお願いいたします。皆様、お待ちの時間、ここで関市リコーダーカルテットのご紹介をいたします。関市リコーダーカルテット、静岡県浜松市で活動しているカルテット、4人の大人たちのアマチュアリコーダーアンサンブルです。結成は1972年。今回の結成50周年記念演奏ツアーとあるように、50年以上の歴史があります。お配りしましたプログラムを見ていただきますと分かるように、編曲者がメンバー自身なんです。メンバー編曲の曲を中心にルネッサンス、バロック、クラシックから J-POP、 アニメ主題歌までに及ぶ非常に幅広いレパートリーがあります。そしてなんとリコーダーも作ります。関市リコーダーカルテットはリコーダー制作者のメンバー作のルネッサンス、バロック、モダンリコーダーの使い分けも特徴のあるリコーダーアンサンブルカルテットです。関東、関西、北海道、九州など日本各地の演奏活動のほか、2015年には台湾で開催されたアジアリコーダーフェスティバルには日本代表としてゲスト招聘されて演奏しました。リコーダー演奏、リコーダー作成のほか出版物もあります。出版物ではリコーダーアンサンブルの編曲楽譜集、関市リコーダーカルテット編曲集全15集がリコーダー JP 社から出版されています。今日の演奏会もリコリコリコーダー釧路がこの楽譜集に掲載されていた曲を演奏したことがきっかけでご縁がつながり開催されることとなりました。今日は釧路の皆さん、北海道各地からの皆さん、そして北海道の海を越えてこられて全国各地の方もこの北海道小隅っこの釧路に来てくださったとお聞きしています。どうもありがとうございます。チラシでご案内をしている交流会ですが、コンサート終了後、関市リコーダーカルテットとお話がしたい、写真を撮りたい、一緒にリコーダーを演奏してみたいと思われる方はそのまま残ってください。帰られるお客様をお見送りした後、こちらの会場で交流会を行います。後半は簡単な曲を
をみんなで演奏いたします。たっぷり楽しみましょう。ではセクシーリコーダーカルテット結成50周年記念演奏ツアー、セクシーリコーダーカルテットリコリコリコーダー釧路ジョイントコンサート、静岡県のリコーダーのカルテット、あのセクシーリコーダーカルテットが釧路にやってくる開演です。この曲はですね、我々
釧路の方にとってはね、まあ、主はちょっと地元でないわよって思われる方いらっしゃるかもしれませんが、我々にとってみるとほとんど隣ですから、はい、ということで、このこちらの釧路の地元のに、関係ある曲ということで、リブマンシップを編曲としてみる、全員で書きました。次は富士の山ですね。静岡県の歌です。静岡県の歌とか静岡県の皆さんを歌ったからですね。我々、静岡県浜松市と言っております。これで、富士山の富士の山。これ、三景と書いてあります。浜松市、静岡市、富士市。静岡県は横長いんですね。我々が浜松市は富士山が100キロくらい離れてましてね。こことマシュクみたいなんですね。結構いいんですよ。ですから、1番は、1回目は、その遠い100キロ離れた上しか見えない。富士山のてっぺんしか見えない。ちょっと寂しいです。2番は静岡市です。静岡市は大体50キロくらいです。町の大抵のところから、ここに富士山が見えます。ですから、そういう、町の中の風景としての静岡市です。3つ目は富士市、すぐ下です。富士山のすぐ麓、どこにでも富士山がデーン。そういう、もうディテールがね、くっきり見える、そういう富士山のイメージで描きました。はい、お聞きください。富士の山尊敬です。Thank you.
セクシーリコーダーカルテットの皆さんにはちょっと退場していただき、ここからはリコリコリコーダー釧路が演奏いたします。こんにちは、リコリコリコーダー釧路です。第1曲目は精霊の踊り。精霊の踊りはオペラオルフェオとエウリリーチェの中の曲で、オペラの第2幕第2話で天国の野原で精霊たちが踊る場面で演奏される曲です。今は有名なフルート曲として広く親しまれています。今日はセキシリコーダーカルテットの編曲で演奏いたします。それでは1曲目、精霊の踊り。Thank you.
のお二人をお呼びしたいと思います。普段リコリコリコーダー節とは3人で活動しているんですけれども、本日は札幌で活動しているエゾーラの前田さん、美瑛町からはリアン作で3コンと北海道で活動している安久さんも加わってこれから演奏します。演奏いたします曲は遥かな友。この曲は五線もない中で即興的に作られた曲だそうです。後にボニー・ジャックスのシングル版の大ヒットがきっかけで広く愛称されるようになりましたと説明が、ボニー・ジャックスとシングル版わからない方、今日は客席を見ているとお若い方多いようでゆっくりのちょっとググっていただきたいと思います。とても美しい曲です。それでは遥かな友。Thank you.
歳の時に自分宛に書いた手紙が、30歳の誕生日に母親から届いたことをきっかけに作られた曲なんだそうです。関市リコーダーカルテットさんの YouTube を見て、これだと思いました。リコリコリコーダー釧路でも楽しく演奏しています。アンジェラ手紙、背景15の木へ。Thank you.
J-POP3 曲目の曲は麦焼酎いちこの CM の曲です。セクシーリコーダルテットさんのホームページによると、というか今日もうご本人に伺いましたが、ビリーバンバンではなく坂本冬美の雰囲気での編曲だそうです。カフェマイクの私、歌が受けられなくて申し訳ないんですけれども、この歌詞です。まだ君を好きになれる心から、坂本冬美のイメージで、また君に恋してるです。Thank you.
次の演奏は14時50分、2時50分頃より開始いたします。次はいよいよお待ちかね、セクシーリコーダーカルテットさんの登場です。皆さん、それまでごゆっくりご聴いてください。お手洗いはホール出まして右手にございますので、そちらの方をご利用ください。関さんにはちょっと残っていただいて、皆さんお手元のプログラム最後の曲になります。この曲はリコリコリコーダーとしてのメンバーたってのお願いで、セクシーリコーダーとしての曽根さんに編曲をお願いして聴き入れてくださったそうなんですね。どなたがされたんでしょうかね。少しお話をお聞かせいただけますでしょうか。皆さんご準備、お願いいたします。
シンフォニアノビリシマ。Thank you.
お帰りになられる方はお気をつけてお帰りください。交流会に参加の方はお見送りが終わるまで休憩してちょっとおくつろぎください。演奏予定 の、 皆さんで演奏する予定の楽譜ですね、こちらにございますので、お配りしますので前の方にちょっと来ていただければと思います。約2時間にわたるコンサートを最後までお聞きいただきましてありがとうございました。